ワールド固有のこのモンスター知ってる？骨髄竜ラドバルキン。正気の谷に生息する全身に骨をまとった大型の獣竜種。引き逃げ常習犯。身を丸めておむすびコロリンする姿や下顎を地面に大パンするなど攻撃パターンが非常に裏眼筋に酷似している。全身に黒油核と呼ばれる粘着性の強いタールがコーティングされており、そのタールにたくさんの骨が付着している。攻撃の付け根には長くねじれた巨大な骨をまとっており、これはディアブロスの頭骨を用いたものである。攻撃を加えれば骨は剥がれ落ちていくが、時々地面に潜り込み骨を補充する姿も確認されている。ラドバルキンは骨を主食としており、骨がたくさん落ちている正気の谷では簡単に生き残ることができる。つまりは主食を身にまとっていることになり、人間で考えるとこういうことになり若干気持ち悪い。ちなみに骨を食べる理由は骨についたバクテリアを摂取するためだそうです。ただの骨好きではなかったんやな。